ばんは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます柳井美萌と小田島まりもです。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。東京タワー毎年恒例の夏イベント天の川イルミネーションが今年も6月1日木曜日より点灯を開始し、9月3日までの期間中涼やかな雰囲気を醸し出します。天の川イルミネーションは大展望台1階に天の川が流れる夏の夜空を表現する幻想的な夏の風物詩イベントです。無数の星たちの中を天の川がさらさらと流れ、またそれに隔てられるように織姫と彦星がひっそりと佇みます。さらにこの大展望台と地上とを結ぶ外階段もこのイベント期間中の夜は青い星の外階段として同じく幻想的に生まれ変わります。普段は土日祝日の11時から16時にのみ開放されている600段の階段ですが、天の川イルミネーション開催期間中は平日17時から22時まで、土日祝日11時から22時まで夜間特別開放。美しい光でデコレーションされた階段を上り、大展望台の入り見会場まで向かうワクワク感をお楽しみいただけます。詳しくは東京タワー公式サイトをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後登場する双葉をご紹介します。東京都国分寺市出身アコースティックデュオ、2012年8月に双葉を結成。以降路上ライブを中心に活動開始。路上ライブは回数を増すごとに客足が増え、2013年3月の国分寺路上ライブでは階段や道を埋め尽くすほどの多くの観客が集まり、路上ライブを中止するほどでした。2013年3月末にはインター FM のラジオ番組ミュージックマスターに楽曲パノラマ、刹那が取り上げられ、楽曲パノラマは日本最大インディーズ音楽配信サイトミュージーでピックアップミュージックとして数多くの楽曲の中から抜選されトップ5にランクインしました。無所属かつ短期間の活動で自主的に CD 制作、イベント出演、インストアライブなどを重ね精力的に活動しています。今年5月4日ニューシングル君に会いに行くが発売されました。また5周年を迎える今年、地元 国分寺泉ホールにて自身最大規模のホールワンマンライブを10月に開催します。それではご登場していただきましょう。双葉のお二人です。大きな拍手でお迎えください。国分寺市からやってまいりました双葉と申します。よろしくお願いします。ありがとう。あとね、ちょっと1曲目始める前に僕たちのね、直前に出てらっしゃったディクスホールンさん、アプローチアートおめでとうございます。すごいことですよ、これすごいですよね、本当に。なんかそんな方々のね、後でやるのは大変恐縮なんですけれども、まあ、僕たちは僕たちなりの音楽を奏でていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。1曲目、夏の日にという曲をやるんですけれども、もしよろしければ皆さん手拍子を一緒によろしくお願いします。ありがとう。
ありがとう。手拍子をもらえたら嬉しいなという曲なので、プロローグという曲を歌わせていただくのですが、さっきの調子の皆さん、もうちょっと手拍子計測してもらえますか。もう両手がしびれて限界だって方はね、無理しなくていいので、ありがとうございます。それでは聴いてください、プロローグ。こんばんは、僕たち、国分寺市からやってまいりました、双葉と申します。よろしくお願いします。お願いします。こちらでね、クラブ333やらせていただくのはなかなか久しぶりでございましてですね、やっぱ綺麗ですね。いい、素晴らしい眺めで、もうあれよ、あれ なんだっけ、虹の橋そのまんま英語にしてそれをレインボーブリッジですねレインボーブリッジがすごい綺麗に見えてね、なんかもうタラタンタンタラタンタラタンタンタラタンみたいなね、音楽が流れそうな、いかにもね、そんなアングルでございますけど、あれこの番組で会ってたっけ、この番組、いやちょっとなんでもないや、まあとりあえずね、なんかレインボー発、あ、そう、それだそれそれそれ、よく俺分かったねえ、でもなんかね、しかもこれもね、天の川って言えばいいのかな、これ天の川イルミネーション、6月1日から、ね、すごい綺麗ですよね、開催中ということですよ。ね、ここだけでも綺麗なんですけど、窓にも反射して映ってるじゃない、うん、で、それが窓の外でさ、なんか光ってるように見えるから、すごい余計綺麗に見えるんですよね、景色の空に普通にね、天の川かかってるみたいな。そうよ、で、あそこにはなんか花火が打ち上がってるし ね、あの観覧車のね、観覧車の、うん、いや、まあそんな中でね、またこうやってライブやらせていただけるのはとてもありがたいことで、今日もね、頑張って歌っていきたいと思うんですけれども、今日もね、Ustream 配信も一緒にね、
やっていただいてるようで、あ、そうか、何カメもあるのね、こっちにもあるんだね、うん、探すねこの3カメかな、うん、まあね、本当に、あ、あっちにもどうも、ね、見てる方もありがとうございます。1曲目、夏の日に、そして、プロローグ、次の曲プロローグという曲をお送りいたしましたけれども、次の曲もまた僕たちのオリジナル曲を聴いていただこうかなと思います。ギターボーカルハーモニカタンバリンカズ担当しております岡部圭人です。よろしくお願いします。そして隣、リーダー藤川龍馬。それでは次はチェンジという曲を歌わせていただこうと思うんですけれども、次は手拍子を皆さんに、手拍子という力をお借りしましたけれども、今度は皆さんの声の力をお借りしたいなと思います。僕の後に、続いて歌ってくださいますでしょうか。もし余力がありましたら、一緒に歌ってください。いきます。したくなる、そんな時もあるだろう、辛い時もあるだろう。手を見てとか頑張れとか、そんな綺麗事は聞き飽きたろう。それでもあなたの怒れるところ君の大人。
の前の景色が変えられる。見えなかった星が見えるようになるまで、心の中にある固い殻を破っても、一人の聴いていただきました。チェンジという曲でした。お次の曲はですね、僕たち先月、5月4日かな、はい、に新しいシングルを発売いたしました。イエーイ。そのね、今日は CD も持ってきているんですけれども、そのシングルのタイトルにもなっております君に会いに行くという曲がありまして、次にね、その曲をお送りしようと思うんですが、もしねこの曲気に入っていただけましたら、終演後に、CD の販売などを行いたいと思いますので、ぜひね、僕たちに声かけに来てもらえたらなと思います。で今日もね、全然打ち合わせも何もしないんですけれども、服装が被ったね。見事に被りましたね。ストーキングしてらされてんのかなっていう。今日のあなたの一日の動き知らないから私。お互い知らない。お互い知らないけどね。今日迷わず来れましたか？今日迷わず来れた。今日ね、ちょっと早めに着いて、うん、芝公園とかね、周辺散歩してたんですよ。うん、はいはい。で、まあそろそろ東京タワー戻ろうかなって戻ったらですね、うん、なんか見覚えのあるギターしょった青年が歩いてきてね。あ、はい、え、俺？俺ね、なんかタワーを背に歩いてくるんですよね。あれ？と思って、それはなんか看板をね見て、あ、看板見に来たのかな、地図、うん、地図が書いてある看板を見て、うん、でまたねタワーの方に戻っていったんですよね、あの謎の。あ、俺が？うん、看板を見て。それ多分俺じゃないよ。嘘。そんなバカな。え、いつ？え、看板見て帰ったの？うんうん、看板見て来た方へ戻っていったっていう。それはリーダーではない。え、俺そんな不可解な行動しないよ多分。怖い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 。何を見たのあなた。俺か、俺の目がおかしかったか。いや、なんか最近多いんですよ。多いの？あのすごい藤川、あ、藤川って言うんですけど、あの藤川に似たやつを見ると、怖いな。おい、本当に言われるんですよ最近また。なんかね、波があるんですよね。波が一回ひどい時は一日で、あ、ずっと家にいた時なのに、本当に同時刻ぐらいに3人からお前どこどこ行った、どこどこ行った、どこどこ行ったみたいな感じで LINE 来て。怖いわ。いや俺ずっと家だからっつって。すごいね。でもなんだっけ、なんかそういうなんかドッペルゲンガー的な人にね会うとちょっと命が危険っていうあれもあるらしいのでね。俺怖いわ。じゃあ絶対に会いたくねえよ。危険じゃん俺。だってなんかこの前ね、お母様もなんか俺に近所の、うん、近所の料理屋さんでねえ似たみたいな。全然いないかったんですけどねその時も。なんか最近多いんですよ、ね、それそんなに量産型されてる顔かな俺。そんなことまあよくね言われるんですけどね。まあもし街中で今後ね僕みたいなやつを見かけてもね、気安く声かけない方がいいかもしれないですね。うん、まあ、チャームポイントとしてね、このね、ドロップピアスを僕してるんでね、これつけてで、目とほっぺにほくろあったら、あ、もう藤川だと。この3点セットで覚えていただければね、きっと間違いないと思うんで。なるほど。はい、ぜひ、以後お見知りおきをということでね。それでは、早速次の曲に参りたいと思います。聴いてください、君に会いに。
ば僕が君を悲しませ気づく頃は僕は大人になってきっと僕は僕を悔やむのだろうそして心気づいてゆくのかな守りたくて伝えたくてもがきながら今日も歌うありふれた命はどこにもなく愛しいほど僕らは人を愛する寂れた記憶を辿るようにいつの日か君を抱きしめる時その意味が僕にもわかるのだろうまだ見ぬ景色を見なくなりただ今日も君に会いに行く大丈夫だと君が強がってたって目をそらしたくないさ頬を伝うものは君よりずっと君のことを知ってるのだから笑いたいと思う心くれたプレゼント丁寧に袋を開けるキラキラと輝いた少し重い腕時計光
離さないで、ずっとこのままで。君といる時間、それ以上のものなどないんだ。だからずっとそばにいさせて。頼りないかもしれない、口下手なのもわかってる。でも君へのこの想いは変わらない。できることなら君と忘れられないほどの素敵な時間をたくさん作りたくて、毎日考えてた。無数にある未来から一つ選び、間違いのない日が過ごせたらいいの。新しい家族もできて、これ以上の世界はきっとどこ探してもない。この時間は僕らだけのもの。楽しかったでしょうか。僕はとても幸せでした。あの時のプレゼント、左手首につけて、星が瞬く空へと。あなたといた時間、それ以上のものなどなかったよ。あの日へ戻れるなら、どんなことだってする。溢れるほどのこの想いをもう一度あなたに伝えたい。愛してる。ありがとうございます。はい、聴いていただきました「贈り物」という曲を歌わせていただきましたけれども、その1曲前ですね、「君に会いに行く」という CD を発売しましたというお話をしましたけれども、その「ニューシングルの中に今の贈り物という曲も入っておりますので、もし2曲ともね、気に入っていただきましたら、最後の
物販コーナーでね、お買い求めいただければと思うんですけれども、忘れぬうちにねちょっと大事な、ライブ告知の方をさせていただこうかなと思います。だいたい僕たち毎週末は、ライブやらせていただいておりまして、まあ、実は今日もね、4 days 目ということで4日連続でねライブしてました。1日目が、まあ、ライブというかねトーク&ライブだね。1日目は北参道放送局といってね、番組を持たせていただいてたんですけれども、まあ、そちらは最後の収録ということでそちらをやってきて、そして、その次の日が、国分寺僕たちの地元 の, ワンあのギブハーツというライブハウスでワンマンライブをやり、そして昨日が、やばい、どう忘れした、昨日どこだっけ、確かエキュートっていうね、ショッピングモールでやらせていただき、でまたね今日ここにやってきているわけですけれども、まあ、そんな感じでね僕たちライブをやりまくっておりますが、その中でも、イチオシのイベントが、10月にございます、はい、うん、そちらがですね10月21日僕たちのまたこれ地元なんですけどね、はい、西国分寺駅という駅にあります泉ホールという場所でですねワンマンライブを行います。ありがとうございます。クラシックホールでございましてね370席も入るという場所でございますけれどもね、うん、僕たち結成して5年目ぐらいになるんですけれども、まあ、そこまでねあの大きなところでライブを、自分たちで企画するということは、まあしたことないので、まあ、僕たちも当日の蓋を開けてみなきゃ分からないことたくさんあるんですけれども、まあ、それでもね、できる限り皆さんと少しでも楽しく、そして何よりも自分たちがね気持ちよく演奏できるようなね、空間を今から、精一杯準備していっております。そんな中ね、先日、そのワンマンライブでねニューグッズを出しまして、クリアファイルがね余っているんですね。マグカップのもね制作したんですけれども、あれマグカップがねなんと売り切れてしまいまして、こちらにね持ってくることはできなかったんですけれども、クリアファイルがございますのでね、もしよろしければ、A2Z の A2Z っていう企画でやってるんですけれどもね、そのクリアファイルにも A to Z って感じでね、で僕たちのスーツ姿のなんかちょっと渋めな感じの、かっこいいクリアファイルがね、出来上がりましたので、もしよろしければ、そちらの方もねお買い求めいただければなと思います。はい、はい、ということで、また次の曲に移ろうかなと思うんですけれども、こちら刹那という曲を、やらせていただきますけれども、僕たちこの曲もね結構あれかな、結成当初から大事にしている曲でございます。もしよかったらねこちらも CD になっておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。では聴いてください。目を閉じることで見えるものがいつもの景色に明かりを灯す。耳を塞いで聞こえる声が無音の空間に寄り添ってる。君の笑い顔の奥にしまい込んだ一人ぼっちの涙を僕は探し出し見つけられたから、いつでも遠く離れた君のそばで歌う。広い宇宙の片隅で小さく歌ってみても、世界は表情を変えない。それでもただ一人君が笑ってくれるのなら、僕の中の世界は確かに形を変える。ただそれだけでいい。足りない言葉を伝える声が手のひらの中で呼吸をしてる。足りない
言葉を伝える声が本当の優しさを抱きしめてる。振り返る意味のないほどそばにある。今までを温めながら、それがあって生まれる今目の前の笑顔が何よりも僕の生きる証。長い歴史の片隅で刹那にざわめく時間を永遠と呼べたら、その一つ一つをつなぎ合わせる日々で、確かな心を君へ途切れないように。当たり前のない星の君と僕、変わらないものを育んで、その両足を離すことのないように、二人をつなぐ声が枯れそうな時でも、広い宇宙の片隅で小さく歌ってみても、世界は表情を変えない。それでもただ一人君が笑ってくれるのなら、僕の中の世界は確かに確かに形を変える。ただそれだけでいい。いつもいつの日もそれだけでいい。ありがとうございます。問いが立つのは早いもので、次の曲で最後になってしまいました。もしお時間ある方がいらっしゃいましたらね、最後の1曲聴いていってもらえたらと思うんですけれども、その最後の次の曲が終わりましたら、そちらにね、僕たちの物販が並べてありますんで、CD の販売だったり、あとさっきもね言いました、A to Z のライブチケットだったりをね販売いたします。ぜひぜひ、ここで、お会いできたのも何かの縁だと、僕は思いますんでね、まあ、別に物販何も買わなくてもいいし、普通になんか応援メッセージだけでもねいただけたらめっちゃ嬉しいんで、お気軽にお声かけに来てください。写真なんかも一緒に撮ったりね、サインなんかも書かせていただきますんで、サービスすごいでしょサービス満点でね今日もお送りしますんで、ぜひお気軽に遊びに来てください。よろしくお願いします。でね、ネット越しのあなたもね、いいなって思ってくれちゃったらね、ライブの方に遊びに来ていただければと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よいしょ。4 days 最後の曲は、双葉の一番新しい曲で締めたいと思います。虹のかけらというまた夏の曲をね用意してきました。皆さんよろしければ手拍子をよろしくお願いします。ネット越しのあなたもよろしく。いい感じ、ありがとう。
調子で最後までよろしくお願いします。聞いてください、虹のかけら。ありがとうございました。日々を丸めて投げ捨て、あの街へ歩き出す。いつも気づけないでいる気持ちの曇りを少しでも探せたらいいな。日向の猫馬車道踏み切り止まるかい、手を一度強く握りしめた心に触れるように、虹のかけら集めてその心に添えれば笑えるさ、どこまでも君らしく、七色の風吹いて二人の空で声がまだいつもの君ではないことくらいわかるんだ。君が座り込んだベンチ吐き出すため息、僕がきっと初めて見つめた。この物声ブランコ足場共に立ち止まると誓ったあの夏に、虹のかけら集めてその心に添えれば笑えるさ、どこまでも君らしく、いつの日か僕らが握りしめる想いをでした。またどこかでお会いできる日を僕たちも楽しみにしてます。また待ってますんで遊びに来てください。ありがとう。ありがとう。お二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとお疲れのところ申し訳ないんですけど、早速感想を伺ってもよろしいですか？いやもうなんかね、あの毎回言うこと一緒なんですけど、やっぱ綺麗なとこで歌うのは気持ちいいですよね。こんなもう俺までも一緒に流されていきそうな感じちょっと何言ってるか分かんないですけどねどうでした？いやもう本当にね、僕ら始まる前にビッグスモールンさんがね、ああそうね、盛り上げてくださったので、もう本当にもう一体化となってね、まあ僕らもある意味ビッグスモールンなんですけど、ね、やかましいわいや楽しめました。はい、ありがとうございます。さあ今後のライブの予定、先ほどもおっしゃってたんですけど、もう一度よろしいですか？そうですね、10月の21日、ちょっと先なんですけれども、僕たちの地元にあります西国分寺駅にあります泉ホールというクラシックホールで、ワンマンライブを企画しておりますんでね、もしよろしければそのチケット持ってきております。一般の方が2,000円、そして高校生以下の方が1,000円でご入場可能なので、ぜひお待ちしてます。お待ちします。お願いします。それはこの後の物販で、はい、販売していただける、はい、この後 CD の方も、 CD もね、なんだ5種4種ぐらいね、ありますんで、まあいろいろ今日歌った曲の中にね、はい、CD になってるものもありますんで、話しかけに来てもらえたら、あ、さっきの曲はこれですとかね、ご説明いたしますんで、ぜひお気軽に来てください。ありがとうございます。この後ステージ向かって右手の方で物販を行っていただきますので、皆様ぜひお立ち寄りください。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ふたばのお二人でした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さて15時からスタートしてきました東京タワー TV もそろそろ終了です。東京タワー TV では毎回素敵なアーティストをお迎えしていきます。次回の放送は土曜日は6月17日、日曜日は6月18日となります。次回もここ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しください。この後も東京タワーからの素敵な夜景をお楽しみくださいね。本日の MC は小田島まりもと柳井美萌でした。ありがとうございました。